どうも、ひろこです。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日6月8日の午前2時から、Apple の開発者向けイベント、WWDC2021 の基調講演というのが、行われました。その基調講演の中で、次期 iOS とか次期 iPadOS に搭載される予定の新機能というのが発表されたんですけども、今回ね、その発表内容というのを簡単にまとめていこうかなというふうに思っております。正直、事前に期待していたほど大きな、変化というのは iPadOS になかったんですけども、その中でもですね、僕がこれは iPad の使用体験が変わりそうだなというふうに思った新機能というのを全部で10個ご紹介しようと思っております。一つ目は、フェイスタイムが強化されて、 Apple デバイス以外の人でもフェイスタイムを使って会話をすることができるようになりました。フェイスタイムリンクっていう機能を使えば、 Zoom リンクのようにあらかじめ部屋を作って他人とシェアすることも可能になっています。そして、新しく追加されたシェアプレイっていう機能を使うと、フェイスタイムで友達と通話をしながら映画を楽しんだりとか音楽を楽しんだりっていう風なコンテンツを、一緒に楽しむことができるようになっています。この辺の機能っていうのは、より大画面の iPad こそ生きるかなと思ってて、アプリがなくてもウェブブラウザからフェイスタイム通話に参加することもできるので、今後ビジネスのシーンではまだまだ Zoom が強いと思うんですけども、プライベートのシーンとかだと友達と一緒に FaceTime をつなぎながら映画を見るみたいな、そういう楽しみ方もね、主流になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。2つ目は、ライブテキストっていう機能です。これはいわゆる OCR 的な機能で、ホワイトボードとかノートに書いた文字ってのを写真に撮ると、それをテキストデータに変換してくれて、コピー&ペーストでいろんなところに使えるみたいな、そういう機能になっています。これ結構便利だなというふうに僕思ったんですけども、残念なことにね、初期では日本語非対応なんですよ。以前 iPadOS に追加されたスクリブルって機能も含めて、この辺の言語認識系の機能って日本語の対応すごく遅いので、ここ少し残念だなってふうに思いますね。3つ目は、スポットライト検索っていうのがより高性能にリッチになりました。写真をスポットライトで検索することができたりとか、人物名で検索をして、その人物に関連のある情報っていうのを一覧で検索することができたりとか、あとはアーティストの情報を検索するとリッチな情報で表示されたりするので、もう検索する必要もなくスポットライト上で情報を得るみたいなことも可能になってくるんじゃないかなと思います。4つ目は、ウィジェットをね、ホーム画面に置けるようになりました。これ iPhone では今まで可能だったんですけども、なぜか iPad は使えなかった機能なんですよね。で、これやっぱり iPad こそ生きる機能かなと思ってるんで、これはすごく実装が楽しみな機能の一つです。合わせて iPhone と同じく App ライブラリー機能っていうのも追加されたので、頻繁に使わないアプリっていうのをホーム画面に置いておく必要ってのもなくなりました。この辺結構個人的にも iPhone で活用している機能だったりするので、 iPad に実装されたのはすごく嬉しいですね。5つ目は、マルチタスク機能っていうのが便利に進化しました。新しくホーム画面からマルチタスクの起動をするってことができるようになったんですよね。これまではドックに置いてないアプリって、スポットライトで検索してマルチタスクに持っていくみたいな、ちょっと複雑な操作が必要だったんで、この辺はより使いやすくなったアップデートかなってふうに感じています。6つ目は、シェルフ機能っていう新機能です。これもマルチタスク系の機能なんですけども、いろんな場所で開いてる同じアプリっていうのを一覧で、画面下にフローティングで表示させることができるようになりました。同じような機能今までもあったんですけども、より一覧性が高くなって使いやすくなったっていうふうなアップデートかなと思います。7つ目は、純正メモのタグ機能ですね。今までの純正メモってフォルダ管理しかできなかったんですけども、新たにメモの中にタグを埋め込むことによって、フォルダを横断してタグで分類することができるようになりました。 Apple の純正メモって同期も早くて結構使いやすくてね、個人的にも重宝しているので、この辺すごく便利になったなっていうふうに思います。8個目は、クイックノートっていう機能です。これはちょっとしたメモっていうのを画面の端からすぐに呼び出すことができて、そこに何かメモを打ち込んだりとか、 Apple Pencil でメモを書き込んだりとか、アプリのリンクを貼ったりすることができるようになっています。これ例えば引っ越しの計画を立てるときとかに、インテリアの参考になるようなイメージ画像っていうのをポンポンとね、クイックノートに貼り付けて、さらに行ってみたいインテリアショップのリンクっていうのも埋め込みつつ、あとはね、全体のレイアウトを Apple Pencil で書くみたいな、そういういろんなアプリとかを横断して情報をまとめたい、管理したいって時に結構使いやすい機能なんじゃないかなと思います。次、9個目は、 Swift Playground っていうアプリ開発系のサービスですね。これは Swift UI っていうものを使って、 iPad から iPad とか iPhone のアプリっていうのを開発できるようになりました。僕自身そんなに開発現場のこととか詳しくないんですけども、この Swift Playground によって、よりいろんな人が気軽にアプリ開発することができたりとか、本格的なアプリ開発の場でより iPad が活かせるシーンっていうのが増えてくるんじゃないかなと思います。で、最後10個目は、ユニバーサルコントロールっていう、これはどっちかというと Mac 側のね、アップデートなんですけども、 Mac のキーボードとトラックパッドを使って、 Mac と iPad を近づけるだけで、そのね、キーボードとトラックパッドで iPad を操作できるっていう風な機能なんですよね。これすごく便利だなと思って、こうやって iPad と Mac を一緒に使うシーンすごく多いと思うんですよ。そんな時にキーボードとマウスは一つで、 iPad も Mac もシームレスに操作できるっていうのは、結構便利だなと思うし、 iPad 上で作ったイラストとかをそのままね、ユニバーサルコントロールを使って Mac の方にドラッグ&ドロップするみたいなこともできるんですよ。今まではサイドカー
パーって言って MacOS の画面を iPad に拡張するみたいな使い方しかできなかったんですけども、今回のこのユニバーサルコントロールによって両者の OS のいいところを活かしながら連携して作業を進めるみたいなことができるようになりました。はい、というわけで本日開催された WWDC2021 の発表の中で個人的にね iPad の使用体験変わりそうだなと思ったことを10個ほどご紹介しました。冒頭でもちょっとお話したんですけども、事前に期待してたほどね大きな進化っていうのはあんまりなかったかなというふうに感じてるんですけども、まあ、それでも着実に iPad が使いやすくなる進化っていうのはいくつかあったので、多分秋頃になるのかな、新しい OS がやってくるのは。ちょっとね秋を楽しみに待ちたいなというふうに思っております。というわけで今日の動画はここまでです。少しでも参考になったなとか面白かったなって方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Now my wheels